2020年6月21日、この日は、麺匠独眼流に、向かいました。独眼流のツイッターによれば、独眼流つけ麺がブラッシュアップ、さらに新しく、バージョンアップされたということで、情報を得ましてですね、向かいました。麺匠独眼流、一言では言い表せませんが、無理やり勝手に一言で言い表しますと、すべてが新鮮な、超独自路線の麺料理。はい、それで今日は日曜日でしたので、店前の10台止められる駐車場はもう満杯でした。これでお店の裏にも止めていいとのことでしたので、まあ、2、3台ほど止められます。本日の外待ちは、40分ほどでございました。最近の独眼流の土日はもう半端じゃない混み具合でございますので、もう一番早くもう食べれるのはもうオープンの11時でありますね。13時で、もう売り切れになってしまいますのでお気をつけくださいませ。はい、つけ麺のおすすめでありますが、新しくなったのは ④ のところですね。はい、それでは独眼流つけ麺麺三昧仕立てニューバージョンでございます。それで薬味はレモン、沖縄のちます静岡産わさび、そして大葉、みょうが、三つ葉、蔵王山麓で飼育されました三元発酵ソーポークのももとロースの燻製、そして穂先メンマが2本です。そして醤油の漬け汁でございますが、無花鳥無添加、逆浸透膜水で、炊き出した比内地鶏と青森しゃもろくの出汁に、濃い口の生醤油、薄口の生醤油、再仕込み、木醤油、木揚げ醤油などをブレンドした醤油だれを合わせ、比内地鶏の鶏油が、合わせられております。そして、塩の漬け汁でございますが、地鶏だし 100% と鶏油の部分は醤油漬け汁と同じでありますが、塩だれでございます。こちらは沖縄のちますクリスマス島の塩、文字用に、昆布を合わせた塩だれでございます。はい、そして、今回から新しくなったのはこの温かい麺が別皿で、提供されているところですね。こちらは入り酒で、こちらの細麺は入り酒で和えられており、上に、削りたての鰹節が乗せられております。はい、それで細麺のスペックはですね、切り刃20番手、断面は平打ち、極限まで薄くして細く見せた切り刃20番手のソストレート麺ですね。加水は 33% で、乾水 1.2% ですね。3種の麺の続きまして、太麺の紹介でございます。まあ、太麺といったもの、こちらが、水出しした昆布水に使っております。で、太麺、こちらのスペックでございますが、切り刃12番手、加水は 43%、乾水 1.2%、まあ、断面は平打ちですね。はい、それで、使用小麦は北海道産強力粉、酪農園春豊をメインに、春よこい北穂波を独自にブレンド、太麺のみ、焙煎小麦胚芽粉がブレンドされております。で、一旦木綿のスペックは、細麺に同じでございます。はい、それでまずはですね、沖縄ぬちマースを太麺に、ちょっとこうつけていただいてみたい。冷水できっちり締められた平打ちの太ストレート麺、沖縄のちマースをつけて、いただきますとですね、麺の純粋な香り、水出しした昆布水の旨味を味わうことができます。沖縄のちマースと昆布水がですね、麺の旨味を引き立てまくっております。そして静岡産わさび、こちらも麺を引き立てまくりまくりしていいですね。甘みさえ感じる、香り高いわさびですね。朝製麺したての自家製麺はこのスタイルで食べるのが本当は一番美味しいのかもしれませんね。なぜならば独眼流の料理の主役は麺でありますし、まあ、麺が主軸の麺料理、もう超シンプルに、麺を味わうならば、塩とわさびだけで美味しいです。油断してますとこれだけで美味しいので半分ぐらいいってしまいそうな勢いです。はい、それで、麺だけでも美味しいんですけれども、昆布水に使った麺だけでも美味しいんですけれども、醤油漬け汁に、太麺をつけて、いただいてみたいと思います。太麺を投入しますと昆布水をまとって
っておりますので、昆布が混ざり合わさりますね。昆布だしが混ざり合わさりますね。いや、まず、生の醤油の、コク、香り、深み、こちらを持ち上げる、地鶏だし、その醤油感抜群の漬け汁を、めちゃくちゃ拾ってくれるふとストレート平打ち麺でございます。そして薬味と同じようにやはり麺は主役ですね。あくまで、この醤油漬け汁は麺を、豊かに味わわせるための、一部でございます。そしてこの朝製麺仕立ての自家製麺は固化ぬめり、足伸び、腰弾力に極めて優れて、おります。そして、一旦木綿でございます。超幅広の一旦木綿、まさにこうチュル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 ワンタン、すすり心地抜群、のど越し抜群、抜群すぎまくりまくり水でチュルチュルティーでございます。はい、そして、塩の漬け汁に、太麺を投入していただいてみたいと思います。ちなみにあの漬け汁は熱々ですね。はい、昆布水をまとったストレート麺がすすり心地のど越し抜群、適度な弾力のある食感、この麺を引き立てる、塩だれ、塩だれというのは要するにあの塩だれ、地鶏だしに塩だれをブレンドしますとですね、地鶏だしダイレクト、地鶏をダイレクトに味わえる味わいでございますね。めちゃくちゃ美味しいです。そして、一旦木綿を塩漬け汁に投入していただいてみたいと思います。はい、チュル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 ツルン、幅広ですがチュルチュルでございます。そしてやはり塩は地鶏だしダイレクトでございますね。鶏の旨み広がりまくりまくりティーでございます。そして今回のニューバージョンで登場します温かい細ストレート麺でございます。煎り酒で和えられており、削りたての鰹節が乗っております。煎り酒の旨みと鰹節の風味が、細麺と絡みまくりまくりスティーで、これだけで、もう極上の一品となっておるレベルでございますね。めちゃくちゃ美味しいです。煎り酒というのをご説明申し上げますと、室町時代からお醤油の代用として使われて、醤油の普及とともに一般的に使用され されなくなった幻の調味料です。でもこの調味料が万能でとても美味しいと愛用する方が増えております。基本の材料は日本酒に梅干し、作り方もシンプルなんですが、いろんなお料理に使える、優秀さがありますね。お醤油よりも塩分控えめで自分好みにアレンジできる上品な味だから、ナチュラルな素材の味を大切にしていただきたいときにぴったり、なのが煎り酒でございますね。はい、そして、温かい、細ストレート麺を醤油漬け汁に入れて吸っていただきます。地鶏、醤油、そして昆布水、そして、煎り酒、そして、削りたての鰹節、こちらが相まる旨味風味のすすり心地でめちゃくちゃ美味しいです。そして今回はですね、白髪ネギをさらに、細かく切りつけた和風だしの中華ざる的和風だしの、漬け汁も提供していただきました。アニマル系を使用しない、和風だしの、旨味ですね。こちらが麺を引き立てまくりのクリスティーです。そして、具材をですね、具材薬味を全部、漬け汁に入れてみたいと思います。チャーシューや大葉の風味がこう漬け汁に足されて、こう抜群のこう食べ進めでございますね。めちゃくちゃめちゃくちゃめちゃくちゃ美味しいです。
そして、静岡産わさびをですね、塩漬け汁に投入してみたいと思います。混ぜ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 でございます。はい、それとこちらは蔵王山麓で飼育されました、豚もも肉チャーシューの燻製でございます、燻香の香りが広がりまくりしていい、かみしめが抜群でございます。美味しいチャーシューです。味付けも塩のみでシンプルで肉のうまみが広がります。はい、そして、温かい細ストレート麺、煎り酒と削りたての鰹節が乗った細ストレート麺を塩漬け汁につけていただきますと、煎り酒で和えられた味付けされた麺、こちらがですね、非常にダイレクト、取り出し感ダイレクトにすすらせてくれて、細ストレート麺ダイレクトにすすらせてくれて、めちゃくちゃ美味しいですね。そして細巻き麺もですね、こちらはコリコリシャキシャキの食感ですね。はい、それでレモンを回し入れていただいてみたいと思います。まあ、ラーメンにおいて、塩スープにおいて、レモンはまあ鉄板で合いますよね。はい、ふとストレート平打ち麺でございます。混ぜ混ぜしていただき、いただいてみたいと思います。いやー、レモンの酸味が爽やかでありますね。レモンの酸味が爽やかに、鶏塩漬け汁を引き立て、そしてやはり鶏感ダイレクト、鶏感ダイレクトに味わえる、麺のすすり心地でございます。麺がやはり主役でございます。麺がめちゃくちゃ美味しいです。そして醤油漬け汁に、チャーシュー、大葉、みょうがなどを投入した漬け汁をいただいて、吸ってみますと、こちらもコクが増して、増しまくりまクリスティでございますね。チャーシューのコクがこう麺のすすりに変化を生んでおりますね。で、レモンを回し入れました。こちらのすすり、醤油にレモンの爽やかな酸味、このすすりが足されまくりまクリスティで、爽やかなレモンの酸味がめちゃくちゃ美味しいです。わさびを入れました。そして煎り酒で和えられた細ストレート麺を、醤油漬け汁に、投入していただいてみたいと思います。はい、もう最終形態でございますね。煎り酒、削りたての鰹節の風味、旨味、そして、鶏だし、地鶏だし 100% の旨味、その鶏が醤油を持ち上げ、そして昆布水が混ざり合わさった醤油漬け汁、中盤から後半にかけてそれらが足し算されてきて、通常の独眼流とは違うメニューで、本当に、まさしく逆の意味で美味しいです。はい、それでは、蔵王山麓で飼育されました三元ハーブ香草ポークの、ロースの燻製でございます。こちらは肉厚柔らかく、素材の旨味が抜群に広がる、燻製のチャーシューでございます。めちゃうまです。はい、それでは、独眼流つけ麺、麺三昧仕立てニューバージョン、麺三種、つけ汁二種、そして、麺三種の中で一種が、温かい、細ストレート麺でございます。個人的な見解ですが、飯田商店のつけ麺を超えたのではないでしょうか。ご視聴いただき誠にありがとうございます。これからも美味しい麺料理をお届けできればと思いますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。ありがとうございました。